Thank you.
実はスタッフのバンドでして、まあ、小高は先月退職して、まあ、先月まで行ったんですけれども、で、まあ、音楽の楽しさを僕たちは伝える使命があるんですが、まあ、僕らが楽しまないと伝えないと。じゃあ、じゃあね、しか生音だと絶対思ってくれよ。そういうことですね。まあ、スタッフが、まあ、男性スタッフなんですけど、かなり都合よくパートも分かれてまして、僕は4月から入った新入社員なんですけど、まあ、もうなんかええ感じですよね。ええ感じに、ええ感じだね。鈴木ちゃん、MC めっちゃ苦手だね。はい、いや、まあ、こんな感じで、僕は横山さんが言いたいことあるらしい。まあ、ホットライン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 。まあ、そうです、まあ、ホットラインの今回ちょっとバンドオーディションという形で、やらせてもらってまして、まあ、計6回今までやったんですけども、でも総勢それで25組ほどの、まあ、バンドさん弾き語りの方もですね、まあ、グループが参加していただけましたので、そうですね、もっとみんなさんに、みんなさんに、皆さんにもう何でもいいんで、本当に表現してほしいなと思いますので、まあ、何か気持ちを持ってできればいいと思うので、ちょっと今回トラ君が、まあ、退職って形なんですけれども、そうです、まあ、そこでやっとちょっと前からずっとバンド組みたいねって言ってね、やりたいねって言ってて、なかなかこうボーカルが見つからなくて3人いたんですけど、でその時にスイ君が入社をしてきて、歌いますよ、じゃあやろうぜっていう、まあ、こんなご縁がね、まあ、ちょっとここに立たせてもらってます。で、まあ、ちょっと次やる曲が、まあ、彼とはこの次はハイスタンダードっていうバンドの、まあ、ブランドニューサンセットっていう曲なんですけど、ちょっとまあ夏っぽい、切ない、夏の切ないような感じでやります。で、まあ、今回限りで一応組んだんですけども、楽しいオリジナルとかを作っていって、どんどんやっていきたいと、まあ、ライブ配信とかでやっていきたいねっていう話をしてるんで、もしこういいバンドだなと思った方がいたら、どんどんライブいつあるんですかとか、早くしろとか言ってもらったら嬉しいです。なんで、まあ、イケメンズなんですけど、ちょっと長いですね。じゃあ、最後に。今日はご来場いただきまして、誠にありがとうございます。はい、あれ一番かっこいい。そう。イケメンズのバンド運営を担当してた人だからです。そうです。なんですかね、今月限り辞める、今月というか、まあ、昨日限りで退職届けで、ね、受理されてるんですけど、今も楽しくなってください。まあ、このバンド演奏を見て、まあ、楽器始められるんじゃないかっていう人が一人でも出ればいいんじゃないかなと思います。まあ、以上ですね。仕事あるんかい？はい、仕事あるんかい？全くないです。